多分私の場合にはもう一番に挙げられるのが人間関係かなと。なるべくならばみんなが和気あいあいと、でもやっぱり言いたいことも言うんだけれども、そこには先輩後輩っていうところはちょっと位置づけっていうものは必要だとは思うんですけど、でもやっぱり後輩が新しい風を先輩に吹かせることも必要だと思うし、やっぱり先輩が伝統を後輩に伝えていくっていうことも大事なことなんだなっていうのは今ちょうど学んでいるところかなとは思います。2つ目はやっぱり子どもたちの伸び伸びとした姿が多く見られてたからかなっていうのがあって、何かにこう囚われてグッてこう固まっちゃうっていうよりは、先生と子どもたちの距離感っていうのが近かったような気がするんですね。本当にアットホームな感じが、それこそグレース保育園にはそれがすごくあったので、まあ、今ではこうあまり強く言えないところもあるとは思うんですけれども、それがすんなり子どもも受け入れられて、あの信頼関係の上で成り立っているところがあるとか、保護者の方ともお話しできる時間がすごく有意義な時間を持てることで、そこでのこのやり取りで信頼関係が持てるっていうところがやっぱり子どもたちにすごく影響が大きかったかなと思います。でやっぱりそういうところが大きく伸び伸びと成長してくれるところかなと思いますし、なんかこうグッて固められてる子ってその場ではでいい子というか正せるものっていうのを培っていくんでしょうけど、やっぱり素のままで伸び伸びといろんなことを吸収していいことも悪いことも経験して育っていくっていうの姿をいっぱい見られたのがすごく良かったかなと思います。3つ目が研修の場だったりとか、なんだろう、保育と関係のないと言ったらおかしいんですけど、やっぱ給食の美味しさだったりとか、多分自分が普通に生活してたらそこまで気にならなかった性格だったと思うんですけど、ここに就職することで意外にも細かいところにこう整理整頓を職場内はきれいにしておきたいとか、そういうところが自分にはすごくついたかなと思っていて、やっぱりこういう職にいるからこそ保育室をきれいにしておかなきゃいけないっていう思いがあるからこそ自分自身を成長することができる場だったかなというふうに感じます。